こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。はい、ということでまず無料紹介引いていきたいと思います。いや、ホーム画面がかっこよかったでしょ。今見ました、フェン。あ、てかやっぱこの音楽はずっとなのか。ガチャの音楽、私これあんま好きじゃないんだよね毎回これ聞くたびになんか文句言って申し訳ないんだけどさ、あんま好きじゃないのよ。で、今日今動画撮ってるのが6月の22日木曜日なんですけども、まあ、あの昨夜のね、任天堂ダイレクトを朝から見てたんですけどどうでもいい話。そう、まあまあよかったね。うん、何様って感じなんだけど、で、お知らせを見たいんですけど、明日6月の23日金曜日にメンテがありまして、レイドバトル開催、新ボス追加と、あと新たな装備が追加されるっていうのと、450万ダウンロード記念、もっと超引き直し召喚っていうことで、このさ、450万ってさ、どうなんだろうね。なんか少ない方なのかな。でもなんかこう、よく何千万ダウンロード突破とかっていうのは、まあ、それこそさ、パズドラとかモンストとかそういう世界なのかなって思うと、まあ、まあまあな。中堅な感じなんだろうかね。まあその辺ちょっと私もちゃんと分かってないんだけど、でもね、あの運営続いてるってことで、本当にサービス終了せずに続いてほしいなと思ってます。何急にって感じなんだけど、でクロス・ザ・ブレイズ、復刻が来るのと、無限進化、第3弾ということで、メリア、闇、ダルギオン、ハーク、バルハラ、アロスデア、イーグル、アンジェラスということで、ダルギオン、ハーク、バルハラあたりね、あーって出たらあーみたいな感じだよね。で、復刻がこのオーベルの炎、システィーナの光、これも入ってるところが、引きたいなっていう風に個人的には思ってます。まあさすがにあの超覚醒のリザは入ってないよね。いやでもこのね、炎、オーベル、光、シスは個人的には欲しいので、ちょっと狙って引きたいなっていう、まあリザとかね、このシスティーナ持ってない、普通のね持ってない人もぜひっていう感じで、アンジェラスとイーグルは無限進化情報修正よって、はいはいはい、いいですね。こうやってキャラが定期的にね強くなっていくのは、今はこのね復刻イベントが来ているので、漆黒の守護ということで、まあ、装備ね持ってないよって人はぜひここで作ったらいいのかなと思います。お知らせはそんなところかな。引き直しのさ、案内ってさ、まだ出てないよね。どれが対象とかって出てないよね。出てた？出てたらごめんなさいね。でもここには出てないね、とりあえずね。皆さんは引き直し誰狙いますか？対象がちょっとこのお知らせからは確認できてないんですけど、まあ、きっとと皇帝持ってないよって人は、まあ、皇帝を狙ったりとか、まあ、ハルト持ってない人はハルトとか、まあ、この、あ、見て、超覚醒させました。ツイッターでもね、言ったんだけど、かわいいね。そう。まあ、この辺はさすがに入ってこないと思うんだけど、そう、ハルト皇帝は多分対象だと思うから、何欲しいだろう私。なんか地味になんかボックス紹介みたいになってるけど、私さ、無課金のくせに割と手持ちいいんですよね。マジで宝の持ち腐れとはこのこと。何欲しいだろう。さっきのさ、炎、オーベル、光シスとかって入るのかな。なんかでさ、発表されてましたっけ？されてないよね。なんかされちゃってたら、お前知らねえのかよって感じで。思っててください。すいません。何欲しいかな。いや悩むな。何欲しいんだろう。なんか最近さ、無欲の引きを見せてるから、まあ超覚醒のフェンは、軍神フェンはね欲しかったんだけど、あ、でも私あのね、青のバルティ欲しい。普通に青バージョンは欲しいな。あとなんだろうな。まあ、もしそれこそその炎オーベルとかね、光シスとか入ってるならそっち系も欲しいなと思うし、水着系はどうなんだろう。入んなそうだよね。やば、やばやば、ゴルネコが。何欲しいかな。なんか何がいいよとかあります？割と持ってるからな。そうだな、悩むな。まあでも水バルティは欲しいな。なんだろう。結構さ、高難易度の皆さんのクリア履歴とか見てると、うわーこれいいな、持ってないよ私みたいのが割とコラボキャラだったりして毎さ壊れてくるじゃん。
コラボキャラ。だからこう既存ユニットを超えてきやがるからさ、まあ聴覚生が入ってくるならやっぱ話は変わってくるけどね。まだ入んないよね、さすがに。あれ前入ってたっけ？入ってないよね、もう忘れちゃったな。まあでもとにかく水バルティは欲しいかな。なんか個人的な趣味みたいなとこあるんだけど、もうコラボキャラの引き直ししたいよね絶対ないけど絶対ないけどしたい。いや皆さんどうですか？皆さんが何を引き直しでゲットしたいかとかはぜひあのコメントで教えていただけると嬉しいです。ちょっとね私が見逃してたらすいません。はい、ということで今日はねちょっと簡単な雑談ということでやらせていただきました。明日以降に来るこのクロスザブレイズの復刻ガチャも引いていこうと思ってますので、またね動画上げたいと思うのでぜひ見てください。はい、ということでよければチャンネル登録と高評価、 Twitter のフォロー高評価あれよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。